応ねコメント数だけはねどこのライバーさんにも負けない負けない。自由にコメントさせてもらってます。ありがとうございます。それがいいんですよ。超かわいい、ありがとう。なんかハートもうちょっとかわいいポーズ撮りたいな。かわいいって言ってくれよチキ。おみずき、おがほのべです。これおがみじゃないんですけど、優しくてコメントもたくさんし、いや優しいよみんな。ワールドカップ期間は自粛。あ、そうなの？確かに大輔さん少ないなって思ってたよ。思ってたっていうか、思ってた。さっき見てた？ずっと。あれ、チョギュソンさんのハート。え、どれ？どれ？オランダカツ美味しかよね。浜カツの話。浜カツのオランダカツ美味しいよね。浜カツ行ったらオランダカツ定食しか食べんもん。水木がいれば生きていける。本当か？本当？本当によるそれ。お水木以外に何も欲しくないってこと？何もいらんとね。もう忘れたのか。どんなやつっけ。え、どんなやつ、どんなやつだったっけ。どんな鳩しか、サッカーの話しない時期も作った方がいい。サッカーの話しない時期も、そうね、サッカーの話しない時期って時間ええあ、マジですか。エアコンって名前のもったげようだったらどういう私やん、めっちゃ私やん。戸籍ください。それはやらんよ。生きていけんやろ。私戸籍なかった。生きていけんことはないか。ちょっと生きづらいかもしれんやん。人差し指と中指を交差してハートにする。あ、これか。これ高校生の時にめちゃくちゃハマりすぎてプリクラの時ずっと高校生を思い出します。このハートは小指短すぎじゃない。はい、すいません。いた。後ろからさドンってされたらさ息止まるんだよね。なんかお腹に当たってボール当たってさ息止まるとかやったらまあわかるやん。背中に当てられても息止まるのなんでやろうね。めっちゃ思う。19お水木です。ギャルピしたら絶対可愛い。本当ギャル超可愛い。そうなんですよ。背中にボールが当たるとめちゃくちゃ息止まるよね。なんでなんだろうね。ってなるの。お腹に当たった時よりも背中に当たった時の方が息止まる。まあどっちも一緒か。ああ、不意打ちにか息がってなるのかな。背中から抱きしめて一回それで運ぶ。私もね小学生の時に一回めちゃくちゃ息が止まったの。試合中めっちゃガーッて走ってる時にバーンって後ろからあのファールされて飛んだのめちゃくちゃ。それで、あ、ちょっと今めっちゃ走ってた時に息止められたらってなるじゃん。で死にかけたことあります。死にかけてないけど、私のチームのあの親御さんが怒ってた。おお、ファールだろう今のは。ファールだったんですけど。わあ。あもうやばい。いやそりゃそうでしょ。試合出れるのすごすぎる。試合出れるのすらもやばいでしょ普通に。強すぎ。いやマジでその夜更かししたらめちゃくちゃお腹すくけんあんま良くないっていうの。ダイエットに全然。なら、初めまして3年ぐらい前から知ってますけど、
あ、ビンちゃんさんこんにちは、尾上みずきです。あ、ハートありがとうございます。ビンちゃんありがとうございます。尾上みずきです。ぜひ顔と名前と特技覚えててください。特技サッカーです、お願いします。2年間行けば本当にやば。どの世代、はじめまして、ガニメデさんもはじめまして、こんにちは。ペココメントありがとうございます。尾上みずきです。尾上みずきです、よろしくお願いします。え、そうなの、権田さんの、あ、後輩、後輩、そう、初耳だよ。後輩な、何歳なんだろう、権田さんって。中学、あ、待って、聞いたかも、中学先輩って。特技はフラッシュアンザンもできます。1たす2たす3たす4たす5たす6たす7たす8たす9たす10は55です。11たす12たす13たす14たす15たす16たす17たす18たす19たす20は210です。21たす22たす23たす24たす25たす26、あ、21たす22たす23たす24たす25たす26たす27たす28たす29は435です。31たす32たす30、あ、待って、一応忘れちゃった。すいません。東京の世田谷区中学出身。あ、そうなんですか。都会じゃん。都会じゃん。私なんか長崎の端っこです。長崎の端っこ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 です。田舎。え、そうなの？後輩なの？すごいじゃん。どこ、どういう後輩？地元の低い位置で繋がる、甘やかしいね、本当に甘やかしい計画。そうだよ、そういう公式があると一発で出るんだけど、みずきは数学できないんですよ。算数はできるんですけど、そうだけ賢い人には負けます。いくらおみずきの計算が速くても、おい、すごいって言われるけど、でも規則性がなかったら私の方が速いかもしれん。もしかしたら賢い人でも、オランダ知ってる選手いる？え、3人ぐらいおるよ。3人ぐらいおるけど、でどっかわからん、わからん。割り算は苦手で、割り算はね苦手やね。掛け算、引き算、割り、あ、足し算、お、足し算、掛け算、引き算が好き。あー、パスずれた。かわいくてごめん、生まれてきちゃってごめん、ちゅ、あざとくてごめん、気になっちゃうよねごめん。知ってますよ。私が私のことを愛して何が悪いの、シートでしょうか。1たす5たす3みたいになられたらキュー、じゃあ私の方が早く言えるってこと。誰でも言えるか、それぐらい知ってるよ。あ、腰ヒットっていうのは分かんない、あんまりダンスの話はちょっと分かんない。そのなんかアイソレとか腰ヒットとかあんま知らない。でもなんかまあ TikTok は見てるから、あ、まああれが腰ヒットっていうんですかねって感じ。それは知ってるけど。おお、強烈シュート放った。誰もいなかったね、いいシュートやった。堂安さんかと思った。ウェア、アメリカって言ったらワンバック、ワンバックしかわからん。いいシュートやったね。なんか右目がさっきからなんか
もじ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 する。右目がもじもじする。もじもじとは。ベストアーティスト見てよ、フライングゲット。フライングゲット、分かった。女子選手って今日はさ、ちゃうで。久保さん2回コメント言われ、何コメント2回読んだっけ。全然気づかれた。たまたまやん。おお、いいシュートって。コメント読んだわけじゃなくて、私の感想と久保くんのコメントが被っただけだよ。言われたこと、言われた、読んだわけじゃない、そんな読んだつもりなかった、ごめん。ごめんって何。そう、数えんでいいやん、コメント読まれた回数。もうそんな神経質に並んで配信。うりうりか、シンクロしたのよコメントが。いや、ちょっと、おお、いいシュートって誰でも言うけん、別に。でも この試合を見てた人のマジで4割は言ってる、おお、いいシュート。それを教育がコメントしたから呼ばれたみたいになっただけ。面白いわそれ。なんか、おお、走れ走れ、早く、もっと早く、うわー、追いついた、うわー、いけるいける、おお、ダメか、ダメでした。カウンター見るのは本当に楽しい。そうね、本当にありがとうございます。いっぱい、見て、ほら、ねえ、もうやだ、虫が入ってきた、もう最悪。開いてる、まさか窓。窓開いてる。なんか私さ、あの忘れがちなんですよね、窓閉めるの。うん、やだ、ヤッホー、ヤッホー。なんで牛が入ってきた。虫です、虫。牛入ってきたらもう配信切りますよ。ロスタイム何分。来た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 。あー、プリントさん、ナイスパス。あ、プリントさんやった、今。ナイスパス、プリントさん、ナイスパス。おい、気分や、私気分や、あんま言われたことないな、気分やって。うわうわ、うますぎ、うま、いやだ、綺麗。あー、めっちゃオランダやわ。なんかさ、オランダ人って結構わかるよね、オランダって。ブリントさんや。ブリントサイヤー、ブリントサイヤー、ブリントさん、ナイスゴール。やば、いいとこ入ってきたね、めちゃくちゃ、めちゃめちゃブリントさんやった。待って、あ、ブリントさん、これがなんかオランダの人、あ、身長高いんだ、確かに高そう。でもオランダ人なんかオーチンに似てる。ちょっと似てる、オーチンに。だからコメントなかったの、試合に集中してたんだ。めちゃめちゃいいところで、めちゃくちゃいいコースやし、ナイスナイス、ブリントさん、ナイス、よかったよかった。あ、今前半終わった。あ、めちゃめちゃ優しそうやん、ブリントさん、めっちゃ優しそうな顔しとる。ロシアなのかオランダなのか、うーん、わからん。でもなんか似とった人のおった。ナイスナイス、フリントさん、ナイス。試合しながら配信見れそうだよ、ブルーソレで。あの、できるけん、ブリントさんなら。すごい、で興奮してるでしょ、ブリントさん。絶対コメントないもん、本当に。あー、ナイスです。コメント言われないからコメントしない。お前そんなんすねんで。結局ブリントさんを応援してるってことで。そうね、ちょっと応援するわ、オランダ。お疲れ様です。
強さわかんね、強かね、やっぱり2-1って言ったけどもっと取るかもしれない、もしかしたら3とか 3-0 とかなりそうじゃない。さすがに4とか5とかならんと思うけどな。ドゥンドゥルルンドゥン、お腹すいた、やばい、お腹鳴った。オランダ強か、マジで。オランダは昔から強いよね。なんて送ったか忘れた。あ、カジカジくん、お疲れ様です、こんにちは。マジでそう、ドゥンドゥルルンドゥン、お腹すいた、こんばんは。食べました？皆さん。オランダ 5-0。 え、そんな取るかな、そんな取れる、あのないことはないね、全然。ブリントさん、ハーフタイムは安は。どっちのブリントさんによるそれ。ロッカールームからコメント来るかな。来るんじゃない、もしかしたら、もしかしたら来るんじゃない。大事なこと送った、そう、これ大事な話、大事な話はちょっとやばいな。明日何ヶ月ぶりに出前いたの。え、出前何ヶ月ぶりなの。いつも自炊してるってこと。あー来たー、しかも俺のシュートナイスじゃない、だってナイスナイス、おめでとう、マジでナイス、ありがとうございます。リングおもろすぎ、ありがとうございます。ナイスナイス、めちゃくちゃナイスゴールやった。マジでいいコースやったし、いいとこに入ってきたし、グッチワブレした、ナイスゴール。しかも俺のゴールナイスじゃない、ちょっとコメントのセンスもいい、めちゃくちゃ良すぎてナイスですね。後半も期待してる、後半も1点決めんかな、2点ぐらい決めていいんですよ。よく走ってきました。もう2点お願いします。スポーツカー送れるお金。いやいやいい、全然大丈夫、全然大丈夫けど、確かに突破っていうか、あ、突破、あ、そういうこと、あ、突破で突破でってことね。次買ったらってことかと思った。買ってほしいね、まあ、買ったらね、ちょっとあんまりね、ガニメデさんとあのちょっと敵同士になりたくはないけどね。ね、日韓戦楽しいんだろうけど、ちょっと敵になるのはちょっとさ、なんか寂しいよね。コメント読んでって、なんやろかーい、ちょっと待って、昔のことなんやけど大事なんだし、昔のこと、何の話、一回勝負はなんかそうよ、デパイね。あ、ペイさん今来たんですか、こんにちは。敵と書いてライバルと読む、そう、敵と書いてライバルです。ライバルって、ライバル言うのはそうですね、一瞬ね、2時間だけ敵になります。今日はの、ちょっと流れちゃった、初見です、かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。ミキスケベさん、え、ミキスケベさん、こんにちは、はじめまして。ペイさんも初見さん、ありがとうございます。尾上瑞希です、サッカーが好きで、ワールドカップは寝不足です。だいぶ前話したことよね、だいぶ前か、もう一回送ってくれ、コーラ買ってきて、コーラ太るけんやめよう、コーラ太るやん、美味しいけど、日本でサッカーファンは韓国のゲージプレーキー嫌いな人いらっしゃる、あ、そうなんですか、そうなの、まあ確かにイメージあるかも、結構でもそんな嫌い人おるん、キラキラな人も延長 PK だから、あ、そう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 よ、そうよ、トーナメントやけんね、トーナメントやけん PK あるけんね、結構でも PK 楽しいよね、見るの。どうも P です、どうもおみずきです、よろしくお願いします。尾上みずきで、おみずきって呼んでください。ニックネームはおみずきです。特技はリフティングです。
よろしくお願いします。韓国のサッカー激しいの？激しい？そう、まあでもまあ、まあ、そういうなんか激しいっていうか、まあそんな悪い意味じゃなくてね、普通にまあ激しいイメージはあるかもしれん。そんな悪いイメージないよ私。一回も負けれんし。そうだよ、一瞬のあれもダメなんです。あ、そう、昨日の韓国がめちゃくちゃおもろかった。めちゃくちゃ面白かった。そう、めちゃくちゃ面白かった。だってね、ポルトガル、ロナウドの顔見たって顔してたよ。なんでジャニーズのオーディション受けて、芸能界入りたかったんですか？ジャニーズと LDH、 LDH ってあれでしょ、あの LDH でしょ、あのでしょなんだっけこれ、流星、なんだっけこれ、でで、ちょっと思い出せなかった。 EXILE さんね、 EXILE さん、あ、これ3代目です。3代目ビールとソーセージとドイツセットを買ってきて、買ってきてダメ、もう1時だよ、私も我慢しとるけん。みんなお腹すくよね、こんな時間まで起きとったら。ロナウドさんのおかげで勝ちました。ロナウドさんのおかげで、ロナウドさんのおかげか。スアレス詳しそうで泣けま、スアレスね、見た、泣いてましたよね。なんか泣いてなかったっけ、なんかめちゃめちゃ顔あれしてたよね。ねえ、スアレスめっちゃ私もうわーと思った。スアレスもやったし、ロナウドもやったし、なんかもう昨日めちゃくちゃ悲しかったけど、悲しい顔見たけど、でも韓国のサポーターの方がもう嬉し泣きしてるの見て、それはそれでなんか嬉しくなったいろんな感情。スアレス泣いてたよね、やっぱり確か。ブリント選手、そうそう、三代目 J ソウルブラザー、ブラザーブラザーズ、ブラザーだっけ。ロナウエミズキ、オノウエでいいよ。ポルトガル負けてもしゃべるな。そうね、そうね、ポルトガル、でもポルトガルもヒヤッとしたよね、一瞬ヒヤッとして、あ、まあでも試合中やけ分からんか。最後の、あ、そう、そうですね、最後だよね、きっと。じゃあパエリアと、なんでよ、重すぎやろさっきからソーセージとパエリア。スペインセット、スペインセットの方がいいかも。私は水木ちゃんも3代目、あ、そうそうだよ、私も3代目 AKB のね。クリスマスパエリアでも作る、うわ、めっちゃいいやん。ベルハイス、この2人後半、この2人後半で見たい。ペイさんサッカー好きなん？強すぎる。サッカー好きなんですか？ウェルカム、ウェルカムです。マジでいっぱい話そう。また受けようかな。ジャニーズ、ジャニーズってさ、めちゃくちゃさ、そんな私詳しくないんですけど、そんな詳しくないんですけどなんかね、確かね、8歳とか7歳とかいるんだよ。そう、それなんか言ってたな、なんか今時のジャニーズは10歳ぐらいまでに加入しないといけないみたいな言ってた気がする。いけんのかな、まだ。サッカー好きですって、レスターですって、マニアックで、くさ、マニアックやね、確かに。サッカー好きですって、イエーイ。お水木はね、 J2 のビファーレも応援してる。出身が長崎なんですよ。で J2 を応援してます。あ、 J2 でビファーレ応援してます。すごい J2 をなんか強調したみたいになってたんだけどされないだろうけど怒っちゃう。マニアック、それは知らん、それ知らん、
須山瑞希は全然知らんけど、私ね全然海外見ないんですよね。え、ビバーレンの推し選手、ビバーレンの推し選手誰かな、推し、まあトータルカイオ選手かな。渋くて勢いおじ、あ、勢いおじいいですね、勢いおじい、ね、盛り上がってそうな枠ですね嬉しい。けそう、今サッカーの話めっちゃしてた。長崎に韓国選手みたい。え、誰誰、ビファレン誰かな、いたっけ。え、カヨンさん、わか、え、出てないでしょ、まだ残留しそうなの。カヨセザールという名前をみちゃんで覚えます。覚えてください、ぜひ。結構いた、本当。あ、いっぱいいたってこと、選手が。え、誰かな、誰かおったっけ。カヨはあの長崎の選手です。ビファレン長崎の選手ですけど、川崎んだよ、もっと前は川崎にいた。オランダ上位いけるかな、あ、いけるかな、じゃない、いけるな、いけそうやね、いけそうやね、オランダいけそうやね。イサンミン選手、サンミン選手、私さ高校生ぐらいまでは結果しか見てなかったの。そんな選手まで詳しくなくて、ずっと結果だけ見てたんですよ。だけどそんな詳しくないんだよね。高校卒業してからあのスタジアムとか行くようになったけんか。ん？始まるまで通って人いたけど別人、別人だと思う。長崎にいるよ今。長崎出身、そう、ちゃんぽんの長崎です。ん、三笘、堂安、富安好き、強い、私も好きですよ。富安さんは本当に、三笘さんも堂安さんも、そうね、高校3年、そうね、高校3年生、高校生まではサッカー自分がしよったけんね、そっちにばっかし集中してたあとはやっぱ勉強が忙しかったんだよね、高校生。まあおバカちゃんだったんだけど、2010年、イ・ソミン選手、え、いた？イ・ソミン選手センターバック、勉強だって、勉強だよ、してたんだよ、全然できなかったの。でも振り聞く期待感し、期待感ない、あ、期待感ない、振り聞く外すためにやっとさ、あ、それはわかるよ、やっとさはわかるね。俊介、確かに関係、関係受けないの、関係はよかばい、もうどうせわからんもん。だって私漢字さ検定取ったんですよ昔、あ、昔取って一応持ってんのに、検定3級なんですけどね、一応持ってるくせに高校3年生の時唯一現代文が得意だったんですよ。でもしセンター試験の模試で、あの始まったよ試合、後半スタート、そう、あのセンター試験の中もしあるやんか、あれでさ現代文、古文とか、何、古文とか漢文とか除いて原文だけはさ漢字以外満点を取ったの。そうで毎回いつも漢字以外はあの満点、満点じゃないか、そうなると全問正解なんだけど、毎回先生に言われた、漢字勉強しろ、
漢字だけは本当に分からん。でもそれだけはすごい先生に褒められよった。尾上さんは現代文ができるからきっと文章を理解する力はあるから頑張りなさいって言われて、そんな言われてもできない、そんな言われてもできないって言いました。さすがに。でも現代文だけが良かった高校生の時。あと現代社会、原書、原書と原文が得意だった。でも漢字ができなくて全然あのダメだった。いくら原文が良くてもね、古文漢文が悪すぎて全体国語の点数は悪い、悪いとか平均になっちゃう。そう、現代を生きてたの。現代に強かった。水木は意外と賢いんですから。意外とね、おバカちゃんだったけど。一級は面接みたいな感じだった。え、何の一級？一級さん関係？あ、英検？英検一級はやばいやろ。英検一級はやばいやろ。英検一級持っとっても喋れん人っておっとかな。ちなみにうちの龍さんそんな喋れんけどね、あんな英語しよるけど。就職決まっても勉強してるからね、毎日英語の。すごいよね、あれが高すぎる。なんていう、なんか意識高すぎる。何のための勉強なんでしょうね、こうなると。もう好きなんだろうね。うちの相方双子なんですよ、私。双子ちゃんで、双子ちゃんの相方がすごくね勉強熱心なんだけど、そう、向上心ってのすごいわ。全然英語必要ないと思う。あ、どうなんだろう、ないと思うけどな。うわー、突破した、マジか。そっち行くと思ったけど、うわー、パスパス今の。はじめまして、ガニメデです。見えてます、コメント。それは見えた。え、本当？あ、また応援してあげてください。もうめちゃくちゃ喜んでたから、うちの相方。そうよ、向上心が高いよね。今日もなんか言ってたよ、電話で。なんかさ、そのバイトをせずに勉強ばっかやってきたんですよね、相方が。でやっと就活が終わって勉強、あの、バイトを始めたんだけど、おーおー、危なね。だからバイトを始めてさ、やっとちょっとお小遣いに余裕が出てきたのか知らんけど、せっかくさ、何、あのバイトでさちょっと余裕が出てきたのにさ、なんか英語の英会話教室とかに、相方ってね、双子のお兄ちゃんになるんですけど、一応双子なんですよ、私の片割れ。なんかね、英会話のね教室、英会話スクールみたいなの、月謝に払ったらしく、今日から俺英会話教室に入ったけんとか言ってくるさ。あ、そう、頑張らんねえって話したんですけど。ちょうどさっきその話やった。でもマンツーマンじゃないらしいよ。うわー、惜しいね。でもマンツーマンが言っちゃないと、そういうのはって言ったっちゃけど、いや、マンツーマンはタガガーって言った。騙されとった、騙されとった。めっちゃおもろい、プロテイン日記。最近ね、え、可愛いから相談報告してくるさ。筋肉鍛えてるよ、筋肉鍛えてるんだけど、あの、泣きなしのお金で英語に入ったんだって、英会話をしようと思ったんだって。その結果ジムを解約したらしいよ。どうでもよ。この世で一番どうでもいい情報をみんなに伝えるね。うちの双子のお兄ちゃん、ついにジム解約したらしい。ジム解約して英会話教室に入ったらしいっていう報告を今日受けました。本日をもってジムを卒業しますとか言って、
ってことは家でやるってことって言ってからね。いいんですよ別に、ジムを解約しようと解約せんだろうと私には何にもあれないんですけど、ないんですけど、ジム行かんってことはお家に器具を買ったりするまさかみたいな。あ、ブリントさん、ブリントさん頑張れ。おお、そう、男と思った、ちゃうでちゃうで、そう、双子のお兄ちゃん兄弟です。いい笑顔やね、優しそうだよねめちゃめちゃブリントさん。そう、なんか好かれててる、あ、めちゃめちゃ仲いいですよお兄ちゃん、双子の相方リュウさん、めちゃめちゃおじさんですおじさんです。どっちを応援してるの、ね、51対49ぐらいでオランダかなちょっとオランダ応援してる、私のファンの方にがいるからオランダにうわー、今まるでなんか私が本当に私のファンみたいな言い方してしまったけど、ちょっとなんかオランダ応援してますね、どちらもないって言いつつもオランダ応援してた気がついたら。アメリカ応援の方もいるからね、そんなあんまり大きな声でオーランダーとは言えんけど、足の速さ、ん、さすが世界の尾上、どこでもいいや、うちも応援しない、いや私もちょうどなんか毎日腹筋やってるんですけど、私も最近ハマってて、筋トレに、筋トレにハマっててっていうか、そう、筋トレにハマってて毎日腹筋してるんだけど、ジムってどれぐらいするんだろうと思って、私もジムに行きたいなと思ったの、思ったの、ジムに行きたいなと思って調べたんですよ。信じられなかった、え、小顔高かとって言って、リュウさんにそんな高顔高が自分には意見って言って、舐めとったわマジで、びっくりしたよマジで、びっくりした、月20万とかしたよ、一番多い週3とかだと20万ぐらいしたの、私が調べたところ、週1でも3万3000円とかだった、高ーと思って、それはちょっといけないねっていうことで、あのリュウさんもみーちゃんのなんかレベルだと全然家でやっていいって言われたんでちょっとお兄ちゃんを先生として教えてもらおうかな。週末プラス平日夜コース9000円、え、そんな安いとこもあるんですか、私が調べたとこがバカ高かった、バカ高かった、めちゃくちゃ高いじゃん、月1万の、そんな安いの、そうなん、ちょっと何調べたの私、やば、高くていけないんですけどと思ったら、専属トレーナー、専属トレーナーいいよね、パーソナルですか、パーソナルめっちゃ行きたいもん、一人についてほしいけど、一人で黙々と運動するのも楽しいな。あ、ペイさんめちゃくちゃマニアックっていうか、めちゃくちゃ知ってるじゃん、20万ぐらいそんなするんだよ、やばいね、高すぎ高すぎよね、選手詳しいと絶対楽しいよね、私は全然知らんじゃけど、オランダもアメリカもさ分からんじゃけど絶対楽しい、だって試合じゃ選手知らん、私でも見とって楽しい、こんだけ楽しいとにさ、選手知っとったらもうやばいよねすごいクリアした選手も、あ、ピラティスやりたいじゃん、私もピラティスやりたくて、ピラティスって最近知ったけどね、
ピラティスやりたいもん。でもね、なんかね、なんかね、無料体験とかあるんだよ。コメント飛んでた？そう。だから無料体験行きたい。無料体験。無料体験大好き。ティラミスも好き。ピラティスはやったことない。ティラミス食べたい。やめてよ、お腹すくけ。ユーカリンと言ったのはな、あれダンスやろ。ダンスの無料体験でしょ。でまさかの AKB を踊るっていう。言ったっけこの話。びっくりだよ。なんで AKB が AKB を踊る？ダンス教室に行ってね。ねえ、テンポいいよね。いや、マジ強いとこはマジでパスがね、めちゃくちゃ本当に。楽しみててね、気持ちいいぐらい回るもんね。肩が痛くなってきた。そうそう、ダンスの教室に行って。ダンス踊った。オーランダ。ペンギンです。ペンギンでどがん鳴き方するっけ。ガクポは知っとるばい。そがん知らんけど、一応なんか名前は知ってる。ダンスなら小2からしてた。本当？小2かな？めちゃめちゃもう基礎できるじゃん。そしたらいいなぁ。私もダンスちっちゃい時からやっときたかった。めちゃくちゃアイドルしてる時は大変だった、ダンスができなくて。ガクトは知ってるよ。ペンギン体型ですか。なんかペンギン体型ってあんまりなんかペンギン体型ペンギンってなんかちょっとふくよかじゃない。ふくよかじゃない。ダンスは平野くんと同じ場所。平野翔さんと同じ場所。ダンス教室。ダンス教室が平野さんは東京出身なんですか。東京出身一緒ってことは。走れペンギン、走れペンギン大好きだよ。歌ちょっと忘れちゃった。今すぐ出て。足の長さが残念。わあ、全然ちゃうやん。じゃあ私長いけど、足長いけど。ペンギンちゃうやん。そしたら、わあ、今のはファールやろ。イエロー出るじゃない。ほら出た。あ、でもそんなやね。よく見るとなんかすごい飛んだけんさ、イエロー出そうと思ったけど、でも思ったよりやった。めっちゃ足あれしたかと思った。どこからどこまでが足ですか。ここら辺かな。うざい今の顔。私のここら辺足スタート。足はね、意外とね、ちっちゃい時は長かった。小6の時のお棚は足長鉢だった。マジで水木の足長くてうざいわってサッカー部に言われてた。私ちょっと足出したら取れたりしてたの。小学生の時は足が長かったってよりかは身長が高かっただけ。小学生の時って男の子ってさ、お、来た、そっちかー。こっち空いてたのに。めちゃめちゃフリーだったよね。モデル体型小学生の時はね、すごくね。わー、ナイス。もう一回ある。
おお。すごい。デパイ。強かね。小学生の時ってさ、男の子そんな身長高くないもんね。なんか中学生になってからみんな伸びるよね、中高で。男の子って女の子の方が高くない、小学生の時は。キーポー。危ない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 、なかった。 YouTube に動画上げたの初めてよ。え、 YouTube 上げて投稿してるんですか。女のなんかさ、ちっちゃい子もなんかさ、3歳児とかさもうそうや。女の子の方がさ、成長が早いんだよね。ねって言うよね。女の子の方がさっき早く喋り始めたりとかさ、おむつが取れたりとかさ、身長の伸びとかも早いもんね。私と、私双子ってさっき言ったと思うんですけど、双子だから相方とすごいこう顕著に分かるじゃん。女の子の方が成長が早いねっていうのが。身長も高かったし、おむつ取れるのも早かったし、同じように育てても、同じように同じもの食べても、私の方がペチャ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 って喋って、私めちゃくちゃ成長が早かった。字書いたりするのも。え、 PK？ 嘘だ、全然 PK じゃないよ。え、今から PK なる？まさか。違うよね。あ、違うよね、びっくりした。 PK じゃないっぽい。お見合い生まれた時から喋ってたんでしょ。そうだよ、ヤッホーって言いながら出てきたはず、確か。キンプリ、キンプリさんが好きなんですか。あのシンデレラガール、わかりますよ、シンデレラガール。ならんかった、あれは気悪いけど。ノーファー、ノーファー、口から生まれた。そう、あさらへよ。違う違う、まさか、まさかサランヘヨ以外だ。そういう、そうなんです、双子だからね。めっちゃどうやってしまったら、シンデレラガール知ってるだけで、知ってるから私だって。ヤッホーっていいじゃん、いいじゃん、サランヘヨ。本当は喋ってるか動いてる、うん、本当だよ、そう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 、そうだよ、本当。おみや喋ってるか動いてるか食べてるかマグロだよ、ずっと喋ってる。おうちんからもすごいね、すごいねって言われる。褒められてはないと思うんだけど、本当みーちゃんはすごいって、ずっと喋るのすごいなって言われるよ。これ配信で2時間ずっと一人でペチャペチャペチャーってずっと2時間喋り続けて、その後にオーチンと3時間電話したりとか、もう余裕でできます。余裕でずっと動いてる、口が。今日ぬくい、ぬくくない、今日寒かった外、めっちゃ。あ、知ってるよ、嵐ぐらい知ってるから、マジで。私だって嵐、嵐、喉強いとかな、中落ち。マグロ大好き、マグロ美味しいよね。でも最近はね、あ、最近マグロ好きかも。あと大丈夫、最近マグロめっちゃ好き。ジムのお姉さま喋りまくってるから大丈夫。うちのジム、え、ジムのお姉さまがいるの？
めちゃめちゃ楽しそう、自分のお姉様と喋るの。あと9分よ。あ、こっちが、わ、一瞬終わってから見ようかな、ゆっくり。配信終了まであと9分。めっちゃ喋り、女の子って本当おしゃべりだよね。女の子みんなおしゃべりじゃない。でもその中でも私はよく喋る方かもしれない。お風呂入ってきた。おかえり。スイズのりやきさん、こんちゃ。はるくさん、はじめまして、こんにちは。じんさんもこんにちは。グリコのおまけさんもこんにちは、こんばんは。もう1時半とにみんなお起きとるね。2泊です。2泊で終わりにしよっかな、今日もう1時半やし。僕は恐ろしいで喋りかけ、あ、喋らんのかい。どんなコメント、え、のりのりのり、何の話だったっけ。あ、どうもペイレイさんもう今更もう結構ペイさんがなんかどういう人かも分かってきたよ、初見で分かってきたよ。サッカーにめちゃめちゃ詳しいですね。もうキャラクターが上がってきたよ。もう一枠配信してほしい、してほしいって言われると、まあちょっと期待に応えたいですけれども、いらんでしょ。3、みずきさん次の日本戦も、あ、するする、みんなで見よう。ちなみにスペイン戦のハイライト、みずきのハイライトを TikTok に載せてるので TikTok も見に来てください。 TikTok はこの LINE ライブの、 あのプロフィールから飛べますので、ぜひ見てください。あ、見た？サラヘオ、あ、違う、カムサハムニだ、カムサハムニだ、ありがとうございます。見ました、ません、どっち、見てない、あ、見れないのか。配信いいやり方あるよ、いいやり方、いいやり方、配信嬉しい、嬉しかも、そう言ってもらえると。あ、ウェブで見てるの、あら嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございますが、カムサハムニだか、カムサハムニだ。あ、そうか、無制限でできるのか、長時間配信で書けば。そうだそうだ、そうだったわ、やってみたいなと思いつつ一回もやったことなくて、今度やろう、日本代表の試合。あ、ちょっとね、意外とね1時間で切れて、トイレとか行きたくなるから、意外と切れていい時はいいんですけど、そう、2時、なんかあの私めちゃめちゃトイレ近いから近いからっていうか、近いのかな、結構あの定期的に行くからさ、定期的に、そうだけ、なんかまあ1時間に1回ちょっと休憩するっていうのはまあ、あ、いいっちゃいいんですけど、あの不便な時もあります。あ、そっか、アーカイブそう残らないのか、まあ、そうなるとやっぱ1時間で切っていっか、私も1回、まあ、休憩みたいなもんですけど休憩は お手洗い休憩欲しい。映画館とか困るやん、はい、映画館映画館何の話してる？映画か。サッカーは12時からだよね。12時から配信する場合？ 11 時45分ぐらいからかな、多分。長時間配信はね、アーカイブ残らんとよ。そうそう。アーカイブ残さんとね、お水木のリアクション終は取れんけん。え？映画館とかトイレ近いと困るやんってね。そうなんです、私めちゃめちゃ困るんだよ、映画館毎回トイレ行くもんやだよね、一緒に映画館行きたくないやろ、私と絶対トイレ行っちゃうもん毎回、どんなにいっぱい行ってもねトイレ行きたくない、だって映画館でいっぱいジュース飲むもん、ジュース飲まんければいかんとかもしれん。ヘップコモヤシさん
ハローナイスチューミーチュー。ちょっといろんなさ英語、うわナイスキー、はーナイスキー、ナイスキーすぎ、ナイスキー好き、あナイスキーすぎ、めちゃめちゃナイスキーやん、めちゃめちゃナイスキーやったね、ナイスキー、ナイス鍵になって、ナイスキー、うわーナイスキーやん、トノー、トノーさんナイスキー、おっさいかー、大好きー、ナイスキー、ナイスキー、大好きー。1時半にテンション高すぎん私あそっち、あびっくりした、え今 そこがオフサイドな、インフムな、どうもペイです、いいね、どうもペイです、なんかよくない、どうもミーです、6時間は飲んで死ぬ、私もさ、でも寝てるときはさ8時間とか9時間とかさトイレ我慢できるからさ、まあいけることいけるのかな、ワンちゃん、でもなんか意識があるときは無理、意識がなければいける、どうも T です、いいね、深夜は高い、うん、そう深夜は高くなっちゃうね、でしょ、私もも楽しかった今日も2時間、なんかさすごい嬉しいっちゃう、みんながさ、あの初見さんとかさ初めましての方がコメントしてくれてからめちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございます。あ藤田さんこんにちは、ハットありがとうございます、藤田さんありがとうございます、あランキング見ます、ランキング見ます、第1位ブリントさんナイスシュートありがとうございます、第2位 662BPM さんありがとうございます、第3位久保くんありがとうございます、第4位インテリアクザさんありがとうございます、第5位シュウさんありがとうございます、第6位リュウさんありがとうございます、第7位エレメンツさんありがとうございます、第8位シュンさんさんありがとうございます、第9位セタンカさんありがとうございます、第10位テバイタクさんありがとうございます、第11位おにぎりさんありがとうございます、第12位大好きさんありがとうございます、第13位へっぽこもやしさんありがとうございます、第13位こじこじくんありがとうございます、第13位ガニメデさんありがとうございます、いや危なかった、ゴール決まらんでよかった、もうおやすみなさいにしようかな今日は、あと少しやしね、あと15分か試合が、じゃあ皆さんおやすみなさい、明日も楽しみましょう週末。